はい、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 はい。よっしゃ、よっしゃ、キヤちゃんということで、私です。私はリュウジです。ということで、今回はですね、思考シリーズでございます。今回は、まあ、思考なんですが、結構割と手軽にできたりもする。思考の青菜炒めですね。中華料理屋さんで必ずあるやつだと思う。あれ、僕、大好きなんです。でもなかなかね、美味しくできなかったりするじゃないですか。で、私、何回も作りました、これ。相当作り直したんですけども、やっと、うまい青菜炒め、作ることに成功しました。なんでですね、このコツっていうのをですね、皆さんに伝えたい、私伝えたいということで、今回この動画を撮らせていただきます。ではですね、最高に美味しいおつまみにも副菜にもなる最高に美味しい青菜炒めやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料なんですけども、これ小松菜ね、一束、200ちょいですね、220g ぐらいのもんです。はい。あと、ニンニクは2かけ。材料はこれだけ。あとは、唐辛子とか、鷹の爪とかあるんですけど、調味料類になるので、それは、あそこに書いてあります。概要欄にね、チェックしてみてください。ということで、作っていきたいと思います。じゃあですね、至高の青菜炒めっていうのは、僕のイメージだと、やっぱお酒のおつまみかなっていう感じがするので、まあ、今回は青菜炒めを作る上で何が重要かっていうと、やっぱりですね、この、おつまみのね、舌になっておくことですね。至高の料理を食べるために、私を至高の状態に持っていくっていうのが一番大事ですので、それをやっていきたいと思います。へいへいへい。ハイボール師匠ビューということで今日は、ハイボールを飲んで、自らを至高の状態に持っていきます。いただきます。くぅ、たまんねえ。ということで、やっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。まず、青菜。まあ、ここ、ね、ほんとギリギリです。はい。ギリギリまで切ってください。で、もう洗ってあります、これ。で、ね、茎の方はね、まあ、だいたい3、4センチに切り分けます。ここぐらいまで茎ゾーンですね。茎ゾーンです。で、こっからが、葉ゾーンなんですけども、葉ゾーンはね、こう、半分ぐらい。ね。これでいいです。はい。葉の方がちょっと長い感じ。で、茎はちょっとだけ短い感じ。まあ、でも3、4センチって覚えておいていただければ大丈夫です。はい。で、ちょっと、ここにくっついてるところはちょっとほぐしておきましょうね。で、まずここで、すごい重要なことがあるんですけども、これね、水につけておくんですよ。なんでかっていうと、青菜っていうのはすごくえぐみが強いんです。で、このえぐみっていうのは、シュウ酸のせいなんですね。で、シュウ酸っていうのはね、なんかあんまり取りすぎると、石ができる病気になったりするんで、あんま取らない方がいいっていう、とは言われてるんです。なんで、で、このシュウ酸っていうのは水溶性なんですね。なんで、水につけておくと、結構抜けるんですよ。なんで、先にこれ、水につけておくのが重要です。ちょっと水入れていきますよ、これね。はい、ということで水につけました。こうしておくとですね、この切り口からですね、シュウ酸が抜けてって、かなりですね、このえぐみが軽減されるんですね。で、できれば、15分から20分ぐらい使ってればいいと思います。はい。さらに言うと、途中で1回か2回ぐらい、水かいてあげると非常に効果的です。じゃあこれはちょっとつけておきます。じゃあね、次、ニンニクです。ニンニクはね、たっぷり入れます。ちょっとね、この、僕は、この、小松菜のね、青臭さが結構苦手なので、今回はね、ちょっとこの、ニンニクガッツリ入れて頼ります。これは中華屋さんで出てくるような青菜炒めを目指します。ざっと粗みじんみたいな感じしますね。はい、潰して切ると粗みじんぐらいになるんで、これで水につけ終わったら調理開始なんで15分待っていきます。はい、ということで給水が終わりました。あ、給水じゃねえや、水浸透させました。これね、させたら一つね、茎食ってみるんですよ、これで、えぐみが抜けてるなと思ったら大丈夫なんで、つければつけるほど抜けてはいくんですけども、今回は一回水変えて20分置いときました。なんでね、かなり葉っぱと茎からシュウ酸が抜けて、そのままでも食べやすい味になってます。これが下準備でございます。これから炒めに入っていきます。じゃあ炒める前に調味料をね、作っておきたいと思います。まずね、ウェイパー、まあ、調味シャッターでもいいんですけども、小さじ1ないぐらい、1弱ぐらい入れてください。で、ここに調味料、お酒ですね、大さじ1杯。これでちょっと風味ね、青臭さちょっと飛ばしていきたいんで、お水です。お水がね、大さじ2杯で、片栗粉、これね、このままでやると結構シャバシャバになるんですよ。なんで片栗粉ね、小さじね、3分の1だけ、これぐらい入れてください。そうするとね、とろみがついてね、茎に絡むんで、青菜に。で、お砂糖、ちょっとね、甘みがあるとね、野菜の味が引き立ちます。なんで小さじ半分のお砂糖。うまみ調味料。で、今回は野菜だけなんで、うまみすごく重要です。ここに、4振り入れてください。これ非常に重要です。で、これをちょっと、混ぜ混ぜ。
あとでこれをバッと入れていくんで混ぜといてください。はい、じゃあフライパン、はい、じゃあ、ここにサラダ油ね、大さじ1ちょいですかね、大さじ半ぐらい入れてもいいですかね。で、ここにもうね、ニンニク入れちゃう。ごま油でもいいんですけど、ごま油ね、最後にちょっとだけ加えたらすごくいいので、ここからはね、あの全部用意しておいてください。これね、この間にあの茎と葉は全部水気切っておきます。よく切ってください。こうやって手元に置いておきます。ニンニクの香りがコカーっとしてくるんで、このニンニクの香りで飲んでいきます。いやー、ほらワクワクするぞ。で、今シュワーってなりましたね。はい、シュワーってなってますね。はい、でそしたらここで唐辛子、まあ、これはもう好みなんですけども、まあ、僕はもうこれぐらい、ちょっと辛めにいきますね。輪切りの唐辛子で、シュワーっと炒めます。シュワーっと炒めたら焦げない間にこの葉入れていきます。まずシュージ、シュージ、シュージ強火で、油絡ませます。クッキーにさっきのスープ、あの合わせ調味料入れていきます。で、粒溶けきりますんで、葉も入れて炒めます。で、ここでね、ちょっとね、絡まりがね、良すぎちゃったりもするんで、最終的にお水、ちょっと加えていきます。ここでね、水大さじ2杯ぐらい。で、後入れの水です。はい、で、こんな水分量になったら、黒胡椒、少し入れます。あと、ごま油、少し。で、ちょっと沸かして、少しとろみつけたら完成。あと、塩。きつい。はい、塩ね。このスープがちょっとダクッとなったやつ、これが大事な料理です。中華天板だね。はい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 、最高、最高のチューブ、最高の青菜炒めです。ちょっと軽く胡椒ね。はい、じゃあこちら青菜炒め完成でございます。はい、それではできましたのでいただきたいと思います。いただきます。あー、じゃあこれですね。じゃあいただきます。これですよ。この茎がちょっとシャキッと感が残ってて、葉がクタッとなってるところね。いただきます。おうまっ。炒め具合最高。わー、炒めはね、炒め具合なんですよ。で、ちょっとね、濃いめのスープがちょっとひたっとなってるぐらいがね、美味しいんです。これ、このスープとともにね、いただくんですよ。このシャキッとなってるのは茎で、で、スープが絡まるのがね、この葉の部分なんですよね。で、少しとろみもつけてるんで、最高に美味しい。このね、スープをね、巻き込んでくれるんですよ、この葉が。これで、僕、実はですね、このね、青菜苦手なんですよ、あの小松菜。僕前の動画でも言ったと思うんですけども、なんでかっていうとえぐいから。でもこのね、お水をね入れて抜いてんすよね、シュウ酸を。だからね、えぐみが全然ないです。じゃあいきますか。トモ乾杯。乾杯っす。いいっす。いただきます。いらっしゃい。うまっ。最高でしょこれ。もう中華料理屋で、中華料理屋でしょ。中華料理屋にめっちゃ食いに行って作ったからです。まあ、今回はね、ちょっと青菜だけで勝負したかったから青菜だけなんだけど、ベーコンとか入れても本当はうまいんだけど、肉系があっても。でも俺はもう野菜だけでうまいのがいいから。で、マジでこう漬けたからえぐみ全然ないですね、本当に。うん、小松菜って嫌いな人多いんですよ。はいはいはい。でもあれってなんか苦いとかえぐいとかだからだと思うんだけど、だからこの水に漬けとく方法は、小松菜使う料理全部に使える。うん、これでえぐみ抜いとけば、臭酸も抜けるし、いいこと続くのよ。結局調理法次第と。調理法次第。あの小松菜っていつの、 時期も安いのよ。だからこれ水につけといて、安い小松菜をいつでも食べられるようにすると、なんて役に立つチャンネルでしょうかここ。俺がね、昔名古屋に行った時に食べた、はい、あの味仙っていう店の青菜炒めって名物なんだけど、はい、それを結構リスペクトしてるのね。分量的にそんな感じで作ってるのね。無限に酒できる。多分ね、倍作っていいと思う。とりあえず中華料理屋行って、まず一番最初頼む。一番最初頼むでしょ。青菜炒め。なんかみんなでパクパク食ってたら、足んなくなって、もう一回絶対頼む。もう一回行きたいねってなるよね。だからそういう料理。だから、あの派手さはないんだけど、こういうのが欲しかったんだよねっていうやつでしょ。最高でした。最高です。ごちそうさまでした。ということで、至高の青菜炒めいかがでしたでしょうか。いや、これはね、調理法の勝利だと思います。はい、このやり方さえ覚えておけば、小松菜は何段階もレベルアップしますし、この炒め方でね、本当に美味しい青菜炒め、これ
小松菜単体で美味しいっていうのが最高なんですよ。なので皆さんぜひ作ってみてください。まあ、小松菜なんですけども、週3のせいなんですね。週3のせいなんです。週3のせいだよなんですよ。